のみに絞ったのですが、やはりそれでも。っていうか、こんなにあったんだ。この10分の1ほどしか見てないような気が。資料はお渡ししましたよね。記憶の彼方に消えてるかも。部屋のどこかに。でしょ。このバカを見習っちゃダメよ。じゃなきゃ無理っす。ってことは何？コスプレ？それともアニメ？学校だからアレゲー系はなしね。それは少し脚色しすぎでは。まあ当たらずとも遠からずってとこだね。そうなの？明らかにやりすぎだと思うんだけど。メイドスキーたちにはフィルターがかかってこんな感じに見えるんだよ。
メイドのことなら私に任せて。みんなを立派なメイドに仕立ててあげるよ。それにゆうちゃん、需要があるし、メガネとか二色素つけたらやばいかも。なんで？ほら、余計なこと教えんな。ゆたかちゃんが汚れる。そんなことないもん、ロリコメイドの爆誕だもん。あとプロバイダーは？わけわかんないです。いろいろ調べたし試したんだけど、やっぱりネットにつなげないの。お姉ちゃん、ダメ？とにかく PC をチェックしてからかな。ごめんね、お姉ちゃん。気にしないでいいよ、大したことじゃないし。ありがとう。それじゃあ、お願いできる？了解。じゃあ私、ゆうちゃんとこに行ってくるから。ネットで感電しないから。え、どうして？ああ、帰りながら説明してあげるわ。みんな、行こっか。
けで今日から準備を手伝ってもらうわけですが、演劇をお願いします。加賀美さんのクラスと合同で行うイベントなんですよ。脚本は私の友達、監督はみゆき、私も役者で出てるよ。私も結構楽しいよね。私は道具係なの、小道具担当だよ。私は監督兼進行係です。はい、思う以上にきついです。補佐してくれる方がいるととてもありがたいのですが、私もあと一人欲しいよ。そうしていただけると助かります。楽しいよ。結構癖になるかも。だよね、なんか声優になったみたいだよね。声優とは違うでしょ。ですが、もう配役は決まってますので。そうなんだ、もう少し早く転校してきたらよかったね。よろしくお願いします。あとは永森さんとお話しするだけなのですが。でもいないよ。寂しくないのかな。よそのクラスに友達がいるとか。なのに？そっか。だったら人見知りするとか？もしくはこっそり携帯ゲーム機で遊んでるとかね。自分と一緒にすんな。そのぐらいの分別はつくよ。今日は持ってきてないもん。ってことは何？たまに持ってきてんの？いや、まあ借りてやめられないじゃん。チャイムだ。じゃあまた放課後ね。戻ってるよ。あの子？不思議な方ですよね。それよりも学園祭のお話をさせていただかないと。私呼んでくるよ。ちょっと待ってて。
私、C 組の柊香神。妹の司がこのクラスなの。知ってるわ。え？なんか言った？なんでもない。それより何？ちょっと時間いい？学園祭のことで相談があるの。断るわ。私には関係ないもの。そんなことないわ。クラスみんなでやることでしょ。じゃあ、私はいないものと考えて。何それ、ちょっと無責任すぎない？責任なんて最初からないわ。話は終わりよ。終わってないわよ。あんた何様のつもり？別に、見たままよ。いい加減にして、私をバカにしてるの？お姉ちゃんどうしたの？喧嘩はダメだよ。わかってるわよ。けどこの子が。落ち着いてください。二人のお話は聞いてました。事情は分かってますからね。長森さん、面倒なのは分かるよ。けど手伝ってくれないかな。もう一度言うわ。私はいないものと考えて。もう鏡が怒るのもやむなし。人を見下したような態度で協力しようともしない。ああもう、あんた最悪よ。好きに思って。けど考えは変わらないわ。ああ頭きた。もう我慢できない。自分のクラスに戻ったら、休み時間終わってるわよ。うっさい。話すときは相手の顔を見なさいよ。やめとくわ。あなたの顔なんて見たくないもの。なんですって？おーい、授業やで。早席つけって。ん？なんでヒイラギがおるんや。あ、いや別に。鏡さん、教室に戻ってください。私からも話してみますから。分かったわ。けど私納得してないからね。最悪だわ。だから後で職員室な。わかりました。お騒がせしてすみません。いや、面倒ばっかですまんな。大丈夫です。私委員長ですし。ゆきちゃん、私も手伝うよ。姉ちゃんかわいそうだもん。私もやるよ。けどなかなか手強そうだけど。すみません、
よろしくお願いします。それでは今日の練習はシーン15をメインに行いたいと思います。最初は道具係さん、お願いします。はい、必要な道具は
いします。当然だって、私役者だもん。もっと気楽にすれば、同い年なんだしさ。あんたはだらけすぎよ。セリフは覚えてきたの？出番未完成でさ、残念ながらかなり遅れてますね。完成までどれだけかかりますか？あと少しと言いたいところだけど。ともかく大至急完成させてください。間違いなしだぜ。名作の間違いでしょ。こなた、なんとかなんない？なぜ私に？普段からいろいろ見てるし、フェイトもやったことあるんじゃないの？もちろんだよ。外伝だって読破したし。けど脚本を書くの手伝えるかどうかは微妙だよ。そのあたりを今相談してみては。三人よれば文殊の知恵と言いますし、
作ってくれる？15アーチャー召喚儀式、用意スタート。